住宅情報東京住まいナビスマナビ始まりました。今回も希少な物件情報をお届けします。さあ本日は風情ある街並みが魅力の神楽坂エリア新宿区中町にやってきております。今回ご紹介するのはこちら、駅徒歩5分の低層マンションパレ神楽坂のデザイナーズリノベーションを施したプライベートテラス付き 2LDK 住戸です。こちらは都営大江戸線牛込神楽坂駅徒歩5分ほか他路線が利用可能な交通利便性の高い好立地、非常に閑静な住宅街でありつつ周辺にはお店などもたくさんある、生活利便性の高い住環境も魅力です。それでは専用使用券付きの駐車場やトランクルームもついた今回の物件を早速ご覧ください。エントランスホールです。こちら叩きの部分と廊下まですごく幅があるんですね。ですのでここにベンチを新設しておりますので、座っての靴の脱ぎ履きですとか荷物を置いたり便利にお使いいただけます。そしてこの長い廊下には収納力がたっぷりあります。まずこちらがシューズクローゼット、そしてここにはバッグや荷物などを置きやすい棚タイプの、ね、収納力があります。そしてこちらには2箇所に76センチ幅の収納がありますからね、たっぷりと収納していただけます。そしてこちらがすごく広いトイレです。カウンターの収納力もたっぷりとあります。ボックス収納もしっかりとした容量があります。さらにこちらのボールがかなり深型タイプになっていますからね、ワンちゃんの足を洗ったりなどもできて便利ですね。そしてこの透明の扉を開けて入ると、ここもまだ廊下部分なんですが、実はこちらテレワークに最適なヌックスペースがあるんです。奥行きのある収納力もあって、奥にコンセントなどもありますからね、コピー機などを置いたりして、もうまさにテレワークスペースとして大活躍しますね。まず一つ目の居室なんですが、こちら 5.1 畳の洋室でお庭に面していますからね、開放感があります。そして水回り、大きな鏡、ボールの洗面、右側に小物を置ける収納と、下側にですねカウンターとボックス収納があります。そしてこちらがガラス扉のお風呂ですね。1620サイズ、 1.6 メートル、幅が2メートルありますからね、洗い場に余裕があっていいですね。さらに浴室照明を切り替えることができますので、気分や時間帯に応じてお好みの照明でお入りいただくことができます。こちらに大きめの洗濯機置き場がありますね。洗面近くにあるこの配置はいいですね。そして2つ目の居室、 6.4 畳の広さとなっております。なんといってもね、この大きな窓、開放感がありつつすごく落ち着きのあるベッドルームですね。もちろん収納力も天井までたっぷりとありまして、こちらは幅が86、奥行きが60ですね。下側には引き出しタイプが3段ありますからね、システム収納を便利にお使いいただけます。そしてこちらが LDK です。20畳を超える広さがありまして、さらには一番高いところの天井高で2850あるそうです。すごく広がりが出て開放感がありますね。そしてなんといってももう全部窓ですからね、しかもコーナーサッシを採用することによって開放感がものすごく気持ちがいいですね。いやーこれはいいですね。もうリビングからテラスへのつながりですごく広く開放感を感じることができます。
続いてキッチンなんですが、開放感を失わないようにガラスで仕切られたセミクローズドタイプとなっております。上下にたっぷりと収納力があり、3口のコンロ、マルチグリル搭載です。食洗機もちろんございます。そしてエコナビ節水モードのついたタッチレス水洗で清潔にお使いいただけます。そしてこちらにカウンター収納を新設しております。またこちらがですね、実は木枠の網戸なんです。すごく珍しいですよね。この格子のデザインとね、この色合い雰囲気がすごく素敵なキッチンですね。そして外に出ましょうか。プライベートテラスです。広さも100平米以上ありますからね、まあ、このようにですね、ティータイムや読書またはお酒を楽しむことができます。これはもう一年中セカンドリビングのようにくつろぐことができますね。いやー、ここは気持ちがいい。さあ、いかがでしたか。駅近マンションパレ神楽坂のハイセンスなデザイナーズリノベーションが施されたプライベートテラス付き 2LDK 住戸。もうどのお部屋も開放感抜群で、このリビングからの景色、そしてゆったりとくつろげるプライベートテラス付きと魅力的な物件です。さあ、こちら気になられた方はぜひともお早めにお問い合わせください。お待ちしております。